どれぐらい俺できるかなって思ってますか？その再度をやったので再度を2回ほどやりました。 VR をやっぱ見たらちょっと細かい部分とかも分かりやすく分かったので、それを実践してやれたらなと思います。病院の椅子って高さ変えられるじゃん、はい、やりづらいって方は下げたりとか上げたりとかするから、クランプは上げ下げして全然いいから、髪の毛全体を自然に丸めていく一方。美容学生1年生の中で手脳矯正のアイロンプロセスを覚えてる友達と本気で探してももういないと思う。先週はどのくらい練習、何回くらい練習しました？ VR をまた1回全部見て、うん、でその見たところに全体やってみて、その後にサイドが少しダメだったのでサイドを3回くらいやりました。先週なんか自分でここできたなみたいなところ、丸みを出せるようになったかなとは思います。今の課題を教えてください。毛先の方がしっかり伸びきってない部分があるので、そこをちょっとやっていきたいなと思っています。やってるところはすごいなんか手際良くなってきて、なんか自信満々そうにやってるなっていう。強度でいくとこれ3つ目3番目です。はい、難しいなと思うことは、ツヤは多少出るようになってきたんですけど、そういう枝毛がちょっと気になるようになってきました。まあ枝毛は仕方ないか、枝毛は別に縮毛矯正で直せないから、はい、アホ毛は抑えられる。よーいスタート。お願いします。先週前髪テストの練習はどれぐらいやりましたか？ VR を一通り見て一回やってみたんですけど、それだと全然入ってないというか頭に なかったので、もうやりながら分かんなくなったら見るっていうのを繰り返して、7回とか10回ぐらいには一通り手順は覚えるようになりました。次は陣頭にでも行きますよね。陣頭はちょっと怖いです。持っていくときにしっかりゆっくりやりながらやるとなんかいい感じになるテストじゃないから熱いのと、ちょっと引っ張られて痛かったらちょっと言ってあげてください。はい、今日前髪やってどうでした？陣頭ツヤとかは意外と出てよかったですけど、やっぱ陣頭だとセニングが入ってて世界的だとそのうまくいかずに飛び跳ねたり、ちょっとめっちゃ痛くなってしまって、みんなだいぶ髪の毛のちゃんと綺麗に癖伸ばせるようになってきたから、どこに何秒アイロンの熱が加わってるのかっていうのを今日でチェック会が5回目かな。実感としてはどうですか？うまくなったなっていう実感はあります。メリーちゃん。暑い時ないの？本当に暑いって時。10回に1回ぐらいたまに暑いって思うけど、まあ我慢できるぐらい。言ってほしいわそれ。引っ張られて痛くない？全然感じないですね。おーおー成長しました。成長しました。収穫したところどこですか？ちょっとチリチリな毛を上下に揺らしながらやると、そのねじれが取れてまっすぐになるっていう技術を学べました。やっぱもう土俵が全然違うじゃないですか、はい、でたまたま僕らはいい時代で、僕もアシスタントの時にどうやってこの雑誌に乗りまくってる巨匠たちに勝てばいいんだと、鏡見たか、それでカウントして
当たっちゃう。少し失礼とか。きついですよ、今更。ここを持って、指入れてあげて、こっちを引っ張ってくる。体の準備するスタッフは何を気をつけないみたいな。これで手際良くなる。はい。じゃあ、行きます。ラスト。よーい、スタート。お願いします。体準備します。準備入りますね。そういうことを全然で本当にできない人間だったから、とにかくもう上手くなりたい。モチベーションがなんかね、下がらないとかないね、本当に。なんかみんなもああいうのできそうだな。うん。来週はじゃあみんなで挑戦。でここはね、なるべく汚れないように使ったら、ここに体でついちゃうと、塗るときに知らずに知らずにいっぱいつけちゃう。あんまりいいように肘を切ってカットでしょ。で、コツは簡単です。ポイントを押さえれば、それだけその押さえたポイントを当たり前にできるようになるから、まず一つ目はカップから薬剤をはけで均一に取れるようになる。ここがスタート。だからスタートから間違っちゃうとそもそも綺麗に出れませんよねっていう。これ取れてないから、これは別に右足つまり抜くから手を取る。イルミナできますとか三列やってますとか言うと、ああいうメニューで勝負してる人たちっていうのはさ、それと同じ薬をより安く使ってるところはそっち選ばれちゃうじゃん。価格で勝負しなきゃいけないんだけど、技術とかこだわりとかで勝負できてる人たちっていうのはそこに整理されないから。ちょっとね、入り口のコードをもらえると思います。では、はい、じゃあちょっとテストで何枚かと思いますね。はい、じゃあ、その皆さん例の作業、そうそうそう、はい、例の作業。みんな紙を見てるんですか？笑いましょうか。見たり感じるな。何やるの？あ、違う生徒さんがお客様側として来てくれるようにして、で予約も全部最初から整理してくれて。カラーのリタッチをしてますが、今どんな状況ですか？学校の授業とかではそんな深く触れてなかったので、またこういう VR という機会でカラーの技術を教わるっていうのはとても新鮮で楽しかったですし、ちょっとずつではありますけどコツというかそういうのもつかめてきて、充実した練習会というかそういうのをできていて幸せとかを感じてます。